静岡市葵井区五福町のビル火災で消防隊員一人が亡くなった事故から今日で2年です静岡市消防局では殉職した隊員を痛み喧嘩式が行われました静岡市消防局の消防隊員が亡くなった事故から2年が経つ今日消防局では喧嘩式が行われ幹部らが黙祷しました おととし8月13日静岡市葵区呉服町のビルで発生した火災では消火活動に当たっていた山本雅光さん当時37歳が死亡しましたこの火災をめぐっては当時の小隊長の男性40歳が現場の安全を管理する立場でありながら注意義務を怠り山本さんを死亡させた疑いで今月書類送検されています、まあ、職員の中で、 あのいろいろ、あのまあ自分の意見、また全体のコミュニケーション。それが、ま取れてなかったと、いう、あの、ことが、あの、あります。今後、捜査協力を求められたときには。適切に対応してまいります。静岡市消防局の池田義明局長は、再発防止のために、組織風土の改革に努めるとしています。